文明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。王国復興の実現を胸に秘め、新帝国で至福の時を過ごす湾風は、とある折に異国の剣豪の噂を耳にする。これは王国復興実現への第一歩となるはず。己を慕う部下たちを国に残し、右腕にふさわしい真の男を求めて、湾風は海の向こうへと旅立つのであった。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。ワンフー VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。うるせえ、ね、うるせえ、最終戦勝負。よくパワーグラデーション、こっちじゃ。バイオレットローズ、己の体も劣気とした武器よな。
熊野古道。ここで滅するもまた情け。いざ参る。ワンフーバーサス服部半蔵、いざ尋常に一本目勝負。ふんふんふん、さよ。はっ、おれ、さよ。うっ、やあ、天王爆炎に。己の体も劣気とした武器よな。二本目勝負。さよ。自身を煙に巻いて死角。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。ワンフーバーサス鞍馬夜叉丸、いざ尋常に一本目勝負。せい。うれ、いや、さよ。いや、うれ、うりゃ、
ワンフー。立て、まだ終わっとらんわ。2本目、勝負。おりゃ、体も劣気とした武器よな。わしも武将として貴様と間向かうが礼儀と心得ておる。故に全身全霊で挑ませてもらったわ。あな悲しや、あな苦しや、憎しみ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 。三方ヶ原。さっさと抜け、貴様を殺す。ワンフーバーサス騎馬神源十郎、いざ尋常に一本目勝負。おりゃ、おりゃ、死ね。おりゃ、おりゃ、攻略に。勝負。攻略に。
わしも武将として貴様と真向かうが、外流島牛の国。飛んで火にいるマヌケ野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。ワンフーバーサスアースクエイク、いざ尋常に一本目勝負。まだ終わっとらんわ。二本目勝負。己の体も劣気とした武器よな。ある者はわしを武漢王と呼ぶ、またある者はわしを武神と呼ぶ。日光。
僕もこの先に用があるんです。ごめんなさい、絶対に譲れません。ワンフーバーサス久米静丸、いざ尋常に一本目勝負。己の体も劣気とした武器よな。2本目勝負。静まる。最終戦勝負。そよ。そこ。危ない。危ない。覚悟せい。おりゃ。おりゃ。己の体も劣気とした武器よな。ある者はわしを武漢王と呼ぶ。またある者はわしを武神と呼ぶ。その幕。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。外竜島羊の国。
お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。ワンフーバーサス覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。うずき、ここであったが100年目よ。さあ、わしの馬鹿になれ。ワンフー様、嫌です。お断りいたします。ワンフーバーサスウーレイシャン、いざ尋常に一本目勝負。せい、あっ、どれや、どれ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 、どレイシャン。この並び、三匹木星。二本目
勝負。抽選勝負。己の体も劣気とした武器よな。お清、お金か、ウーレイシャン。まったく、風水術の腕前はともかく、その体力の低さは目に余る。わしは先に行くぞ。あと、静か千年桜。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。おお、これほどの覇気初めて受けた。よい、実によい。この力ならばわしの野望にも近づけよう。さあ、存分にその力を振るってかい。ワンフーバーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の城下昇天を見届けたワンフーは、目の前に広がる過去を流緑の光景を眺めながら一人頭を悩ませていた。世界をこれだけ探し回っても右腕にふさわしい男は見つからない。まさか己のような真の男はこの世に存在しないというのだろうか。しかし弱音を吐いてはいられない。王族の末裔として王国を復興させるその日まで、どんな苦労も耐え忍ぶと固く誓ったではないか。
こうしている間にも、国で部下たちが己の帰還を待っている。己の心に刺した影を打ち払うべく、ワンフーは愛用の石柱へと手を伸ばした。指先が触れたその時、鈍い音を立て、石柱が二つに割れ落ちた。一滴の汗がワンフーの額を伝う。これは皇帝から直々に賜った一品。それを壊したと知れれば、その時のワンフーの叫び声は三つ先の山にまで轟いたという。